待ってクロンデデで D3 ってなんだよ俺。なんで急にこんなの出し始めて、やめてくれ、そういうのやめて。なにかわいい。道筋作りましたとかそういう感じ。あ、かわいいね。暗夜はこっちって、ほんとにやめてくれ、そういうの気持ち悪いから。オッケー、これ、あ、アンチだと思ったのに。ちょっと待って、道はここです。いや、暗夜はこっちって感じね。なるほど、じゃあここで待とうぜ。よし。で、ここで来るからって感じか。なるほどね。さあ来いよ。で、何が来る？でっかいのが、これ壊さないといけないんじゃん。これ、よし、オッケー。壊しといて、で、ダメージ与えられると。なるほど、全然余裕じゃん。おら、あ、遊ばれてる。あ、俺遊ばれてる。あ、ちょっと待って、これ遊ばれてる。これ遊ばれてるぞ、俺。待って、ふざけんな。ここで待ってよ。いった、吸い込んで。え？ファイヤー。これ、こう来るだろ。間違いない。痛い！どうするで、ビームが来る。これ、ビームの間結構、チャンスタイムだったんだけどな。ちょっと待てよ。でこの方が効くかな、これの方が効きそう。オッケー。で、ここで待ち構えて、これで倒す。どうだ、いけまだか、あと一発。大丈夫。よけろ。うまくよけて。ナイス。うまい。自分で言っとこう。そう、うまいって言っとかないとやっていけないからね。これで終わりだ。よし。どう第3段階あるなら来てみろよ。ぶっ倒してやるよ。じゃあな。オッケー。でいや、まさか第3段階あると思わなかったけど、第2段階か。やったぜ。ふう。よし。じゃあ、このまま多分連戦でやっていきますか。どっかで多分ね、区切られてるとは思うんですけど、パート数はね。さて、これで全て、多分内部に侵入じゃないかな、これで。きた。アクシズ。ここは覚えてるんですよ、僕。ここはね、なんかロボププププの、なんだろう。なんかで見たんだよね、実況者で。敵の拠点を破壊して新たなエリアへ進めるようになったと。よし、じゃあ行くぞ。よし、じゃあ、エリア9、アクシスワークス行きましょうか。多分続きになってるかな？なってると思うんですけど、やっていきたいと思います。さて、ここら辺から本気で難しいと言われています。僕は正直わかんないんですけど、リスナーさん曰くね、結構ステージ6からは、今までみたいにはいかない。まあ、ステージ5もね、結構なんか難しくはなってるけど、ステージ6から、かなり、難易度がね、上がるとのことなので、楽しんでやっていきたいと思います。お、ちょっとずつ行かせるっつったら、危ねえ、ここで落ちたらどうなるんだろう。多分、で終わるんやろな。よし、じゃあ行きましょうか。この中に入っていくと、ついに、あれかな、敵の、まあ、敵地っていうか、ロボプラネットの、ラスボスって誰だったっけなあ、コメント欄に皆さん書かないようにしていただいて。誰だったっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、行きましょうか。さあ、行くぜ。さて、うわー、やばい。広いっていうか、なんかラスボス、ラストステージって感じがすごいする。ここではない。ん？お前か？ラスボス。お前でいいのか？何この前、お前、何誰？スパークか。ここになんかこうやってやったら何かしらなるとかそういうわけではないよね。じゃあ行きましょうか。なんだこれ。あいつがなんかラスボスっぽい気がするな。それかここのボスなのか。あ、ありえるな。いやでもこのでっかいなんか、惑星っていうかね、飛行船の中のステージ1だから、そこに銅像画があるってことはお前かもしや、君かちょっと待って、大丈夫。お前、爆発しようが何でも問題なのだよ。スパークだったらな、全然問題ない。どんだけ爆発してもらっても構わないよ、僕はね。あ、やばい、これまずい。ちょっと待って、よいしょ。綺麗に、全てを助けていく。助かってないけど。よし。スパーク最強説ツーン！大丈夫。落ち着け。よいしょ、吸い込んで。オッケー。よし。この上に特にないよね。クリスタルもあるもんね。クリスタルは3つか。よし、行こう。で、門松門松だと。さあ、お前が。あ、プリン化しちまったな。今、ドリンクあった。どっちだこれ。ストーンで行こうか。ストーンで。多分中ボスだよね。ん？何？え？何？かっこいい！うわー！やばい！何お前！なんか桜大戦出てきそう。374とか出たけど。え？すげえ、ダメージ計算、ソースが計算が出てくると。ちょっと待って、一旦ここで待ちます。はい。大丈夫？大丈夫かな？ここで待ってればいいのかな？そうすれば何も問題ないと。よし、くそらいよ！オッケー。さあ、早く向こうに行ってくれたまえ。早く向こうに行ってくれたまえ。さあさあさあ、動きたまえ。オッケー。動きたまうす。オッケー！あはは、どうだね、どうだね。どうだね、どうだね。あー、食らってない。どうだね、どうだね。これで終わりだ。じゃあの、これ、ちょっと待って、これ吸い込みたい。これ吸い込みたい。ちょっと待って。何？え？何？何？え？かっこいいかよ。かっこいい。いいな。もうなんかサムネにするやつがいっぱいなんやけど。よし、トロピカルスイーツ飛んでお前か。いや、全部かっこいいね。中央スもしかして全部あんな感じだとしたら超絶かっこいいんだけど。よいしょ。こうして、普通に。ああ、キューブ、オッケー。やったぜ。よし、これで1個目。そっか、今、キューブのこと全く何も考えてなかったな。危なかった。あ、強制か。忍者。じゃあ忍者になっとこうか。ここ忍者が出るってことは、忍者が何かしら入れますよっていうアクションかもしれないんで、一応忍者でいきます。向こう行ける。あ、スパークか！いけ！スパーク。これスパークじゃない。ここにスパークでやらないといけなかった。しまったな。これ、俗にミスってやつじゃないか。うわー、しまった。戻ったらスパーク、戻れないもんね。うわー、スパークだったか。あ、あった、いたいた、あ、しまった。じゃ、一旦戻った。あ、これでもただの飾りか？どうだ？ちょっと見てみよう。一回ここでスパーク吸い込んで、痛いです。吸い込んで、戻って、ここで電気つけたらどうなるんだ？はい。あ、なんだっけ、ただの飾りか。ぽいですね。よかったよかった。じゃあ、特に関係ないと。じゃあ行きましょう。ポップスター。ワープスターか。ごめんなさい。コメント欄にあるポップスターじゃねえよ。コメントがあったんでごめんなさい。お！無敵。無敵。ちょっと待って。チボスいいんじゃん？チボスいてくれ？いてくれよ。チボス。さて、ここで、まだまっすぐ行く。チリか、チリ吸い込んどった方が良かったのかな。いやでも僕はスパークを信じる。来た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 、セキュリティ差別。余裕いや、無敵がどんだけ強いか分かる動画でございます。そう、私は全国の星のカービィの無敵を応援しますと。なんだ、これ。ちょっと待って。落ち着いて、これ上ちゃんと見て。ここだ！オッケー。これで、どうしたらいいんだ？このまま、あ、これでいいのか？普通でいいのか？いきます。あー、やったぜ。これで、キューブがゲット。やったぜ。これは、今回は多分キューブはなんか謎解き要素あんまなさそうですね。多分中ボスを倒したらキューブがゲットできますよっていう、至極単純明快。アロー大好き。欲しい。アローじゃなくてスパークになってしまった男。まあ、仕方ない。もうそういう時もあるさ。あ、まだいた。じゃあ、ケツを掘るのやめてもらっていいかな。よいしょ、お邪魔します。よいしょ、こっち行かしてもらって吸い込ませてもらうぞ。アローは絶対いる気がする。で、じゃあの、どっちだ？上。上でいいのか？上でいいのかわかんない。上。あ、特に関係なかったか。どっちだシールがある。シール取っとこうか、一応。一応念のためね、シールは取っといて。あ、正解なのか。で、どっちだ？普通に壊す。正解もクソもねえよ。じゃあの。よし。で、あ、下にもあった。あぶね！レアチーズだね。レアシール。やったぜ。で、あ、よかった。一回行ったら出れなかったパターンか。よしよし。これであとはキューブ1個ですね。アローだったら何でも勝てるんじゃないの？それちょっと考えすぎかな。ちょっと過信しすぎですかね、アローちゃんを。いや、僕の中ではかなり強いと思うんですけどね、これ。あ、ここに多分ボスがいたね。よし。いいぞ。オーライ。アランドン！アランドン最初、あいた。落ち着いてここ吸い込んで、そしてここで、あ、はい、ちょっと、あれ、ジャンプ攻撃ができない。ちょっと、一旦落ちて。あれ、これは仕方ない。撃つ。よし、これでかなりダメージを与えていって、とどめだ。まだか。やばい、ちょっと待って。落ち着いて。早く、星を出せくれ。惜しいない。やばい。これはまずい。これまずいですね、これまずいですね。やばいですね、これ。威嚇すごいされてますね。おお、なんか剣出しましたね。まずいですね。あ、終わりだ。よし、じゃあな。よし。お前吸い込めない。やばい！自爆するんだ、こいつ。あっぶね。かっこいいよね。自分から自決する敵ってさ、で、さっきからいたお前を絶対許さない。俺は絶対許さない。ここで吸い込んでもいいけど、お前をこのブロックにぶつけて痛みつきたいから俺は投げつける。で、まだあるぞ。これどっかにある。あった。あれか。ちょっと待って。嘘だ。あ、あった。こっちにあった。よかった。よかった。スパークないとダメかと思った。オッケー。9、6の1、コンプリート。やったぜ。いや、よかった。よし。これで、とりあえず1。でも、まだ簡単でしたね。ここは、キューブとかは全然簡単で、しかも、1と、ナンバーワン。ありがとうございます。やったぜ。はい、ということで、今回は多分デデデのね、ラスボスじゃないけど、その5の1のボスと、6の1やりました。ということで、レアステッカー最後見てみましょうか。何これ。あ、ハルトマンワークスカンパニーロゴ。いいね。こういうのもいいんだよ。この最初カービィかどうかわかんないもののステッカーの方が僕好きなんだよね。いいですね。ちょっと。じゃあ、次が6の、うわ！なんかやばそう。はい、ということで。じゃあ、バイバイ。